画面の前の皆様、こんにちは、ベルクラでございます。今回もやっていきましょう。ラストイヤーズナイトメア。まるでね、学園版13日の金曜日っていうのが一番、まあ、例えとして正しいのかもしれませんけども、だったり、デッドバイデイライト、そして、レフトフォーデッドが合わさったような、まあ、ホラーサバイバルゲームと。うん、まあ、脱出するのが目的なんでね、このゲームね。うん、まあ、デッドバイデイライトもそうですよね。発電機を直して。そして、ゲートから飛び出していくと。発電機を直してゲートから飛び出していくと。まあ、いった、仕様ですけども、今回はこれ、ガソリンを入れて、クレーンを動かして、門を開けていく、みたいな、そういう感じですね。まあ、このゲームね、正直どうなのかって言われるんだけど、私は面白いです。ただね、もちろんですけども、これはね、デッドバイデイライトの初期でも言われたんだけども、これはパッチがどんどん必要なんですよ。うん。バランス？やっぱ非対称型ってなると、これはバランス重視。バランスが最もね、大切なところである。今のところね、キラーに多少やっぱフラストレーション溜まるようなね、感じにはなってます。うん、どうしてもね。ただ、型にはまると面白いし、これ生存者、もうね、パークというものが存在しないから、クラスっていうものが、なんていうか個性を出している。だからキャラクター自身に個性があるわけじゃない。見た目はね、個性があるんですけども。なので、重要なのは、今後長くこのゲームを調整して楽しんでいくってなると、やっぱり重要なのは、クラスで、クラスのバリエーションでどうマップ、どうキラーを攻略していくかと。あ、私キラーだ。っていうのが重要になってくると思いますね。なので、もう率先的にデッドバイデイライトみたいにパッチガンガン入れて調整していってほしいなと。いいね。ホットパンツさすが暴れるね。いいね。あのジャジャウマ娘ホットパンツ。ジャジャウマホットパンツを。ちょっといさめたいね、先生ね。あー、もうほんとあの、鉄パイプ持っちゃってこれ。鉄パイプ持ってウルフラーのも体育館を。お、まあ私もね、まず力重視でいきたいと思います。うん、ゴリ押しです。この学校の掃除をね、担当させていただいてます。私が清掃係の係員です。上に来て、あ、これ、あら？ここ置けないのか。あれれれれれれ。まあいいか。あそこから落ちてポドンと足をくじくがいい。はい、どうぞ。ここも穴が開いてるな。はい、どうぞ。あんまりかかったとこ見たことないんですけどね。はい。お、早速やがった。はい、こんばんは。学校に残って何やってんのかな、これ。あ、出た、タレット。このタレットがね、微妙に痛いんですわ。微妙に強いんですよ。おー、オタク少年。なんだ、真っ暗だ。オタク少年。おい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 。やつ、武装してんな。この野郎、そのヘルメット脱がしてやる。ほらよ、ほらよ。あ、痛い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 。あいた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 ここに罠出さない出さない、裏を取ってやる、あいつあのタレット女、こっちだよこっちだよ、タレット軍じゃないよ、よくもやってくれたな、その頭きれいに掃除してやろう、またタレットタレットタレットはね、ほんと調整が必要だと思います。うん、一個一個壊すのも殺人鬼がそこに行って壊さないといけないんですよ。E ボタン長押しして。で、プラス、壊してる最中に電撃やらフラッシュが食らうと全部キャンセルされるんで、どんどんずっとダメージを受け続けるっていう。茂み前世で行くぞ、体育席、体育教師の。絶対に救わすね。この教員室に絶対に来るんじゃねえぞ。そして、ここのダクトはよく使われるんで、封印しておこう。おい、たー待て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 、おや、これじゃ壊さないとダメだわ。こんなもん学校に持ち込むなと。
あれほど行ったのに、おい。また種って置かれてる。置くなと言われてるはずでしょ。ここにも、あれだね。生存者が閉じ込められてるんだね。一応、先読みして置いときましょう。からの、そうだな。ちょっと向こうに一回ワープしましょう。まずいまずいまずい。はい、やってきましたー。あら、よっと、あどっこいしょっと。はい、パンチ。はい、パンチ。よくも、タレットを、たくさん学校に持ってきてくれたな。重火器を持ち込むのは禁止だとあれほど言ったはずだ。さあ、ぐんと戻って、この辺に落とし穴とポイント。さらに、あ、ガソリン運んでる。しまった、しまった、しまった、しまった。まあ、どうしよう、どうしよう。あ、入れた。一瞬でだからあれ入れちゃうんですよ。だガソリン入れるのも、突進はあの電撃でキャンセルされるの本当にきつい。ガソリンも入れるのに結構時間かかる仕様にした方がいいんじゃないかなと思いまーす。おい。おい。おい。生きたこれ。洗濯物干さないとこうやってポン、ポンって、ほこりをはたいて、ほっとりをはたいて干すと。もう一人どこ行った？あれ？あれ？ここじゃないの？あ、そっちか！バズ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 。こら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 。おーい！あれ？なんで今掴めなかったん？嘘でしょ？おいおい、力強いな、この女。おい、待て！待て待て待て！オッケー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 。あの女、タフやのー。こらこらこら。お、やってくるね。やってくるね。体力7でしたわ、あと。危ねえ、危ねえ。こら。悪い子の脳みそはこうやって鍛えていかないとな。おい、待て待て待て。いやー、眩しい。もうね、しげみ先生体力7なのよ。虫の息なのよ。待て待て待て。しかし、このオタク少年、殴ることができないようだ。オーケー。やってやろう。あんタレットか。タレットがいい。いや、現時点でタレットと電撃の、やばさったらないです。うん。タレット電撃コンボやられると、めちゃくちゃ大変ですね。さてと、力押しいきますか。タレット娘には力押しでいくぞ、こうなったら。ここに置けない。ちょっと待って。こう。そして、こう。いいだろう。あとは、まあ、結構復活しちゃってんな、これ。落とし穴も、こっち側に行かれないように、ここのタクトよく使われるんですよね。隣からワープしてこられるんで。で、罠にかかった生存者って体力が基本減らないんですよ。でも、罠にかかったらやっぱ減ってほしいですね、体力が。20、30減ってもいいんじゃないかと思う、罠にかかったら。そういうのもね、全くノーリスクで罠にかかって解除することができるんで、味方にね、頼れば。はい、こっちです。あらあらあら。おい、誰だ、フラッシュ、私に。ここの掃除をしている、担当している私に、あ、ちょっと待て待て待て。勝手に、用務室に上がるのでいただけませんか？こら。やってやろう。おい、後ろカン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 打ち上がって、この野郎。さあ、どうするどうする。後ろから攻めます。はい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 。こら。で、罠解除、あれめっちゃ早いでしょ。生存者の罠解除がめちゃくちゃ早くて。おい、対マン！女と対マンしていく。オッケー。あ、抜け出した。こら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 。こら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 。引きこもり生徒は許さないぞ。帰ってきなさい。怒涛の攻めだ。いいですね。なのでね、デッドバイデイライトと一緒で、一緒にしてほしいね。罠にかかった生存者を他の生存者が救うときに、ある程度時間が必要っていうのはね、これね、絶対、まあ、やった方がいい。うん。すぐもう、一瞬でね、解除されるんでね。うん。
まあ、そんなわけで、無事全校生徒を、キルすることができました。こうなると気持ちがいいんですけどね、うん、それではよかったら、評価の方していただけるとありがたいです。それでは皆さんの良きゲームライフの方に祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。